ここからいつもの峠道に入ります。今のコーナー結構回り込んでるんですけれども、ハンドリングもかなり素直ですね。曲がりにくさとか変な切れ込むような癖もなく、コーナリングもなかなかいいのかなっていう予想ができますね。はい、それではね、1本目ということでまずはゆっくり行きたいと思います。今4速なんですけれども、結構ねぐいぐい登っていく感じなんですよね。はい、今3速にシフトダウンしました。はい、ゆっくり行くと言いましたが、結構そのトルクを生かしてスピードの乗りがいいんですよね。このまま3速固定でも上り坂なんですけれども、ぐんぐん走れてしまうという感じですね。でこのモデルはですね、確かこういったモデル 250cc のスポーティーなフルカウルをまとったモデルの中では唯一の存在ではないかと思いますが、エンジン形式としては SOHC2 バルブの、しかもロングストロークエンジンなんですよね。このエンジン形式を理解しただけでも低中速域が有利なんだなっていうのは想像ができますね。先ほどからほとんど3速固定で走っていますが、シフトチェンジの必要性を全く感じさせないぐらいの、それぐらいのトルクがありますね。走りやすい。はい、じゃあ4速にしてみましょうか。今4速ですね。4速でこういったところではシフトダウン本来するところなんですが、はい、シフトダウンしないでも大丈夫なんですね。まあ、このあたりはね、商品説明会、製品説明会の映像を見ても分かる通り、スズキの開発陣としては日常域、こういった峠道も含めての話だと思いますけれども、まあ、例えばストップ&ゴーやこういったコンパクトなコーナーが連続するような状況、こういった状況にはですね、この GSX250R というのはその開発のテーマというか目標がもうドンピシャで合ってるんでしょうね。こういった場所ではやはり 250cc のロードスポーツで走るときは、まあ、結構頻繁にシフトチェンジしなきゃいけないんですが、全然4速固定でも余裕な感じですね。うん、低中速域はね本当にトルクがあっていい感じですね。はい、今3速にシフトダウンしました。こういったね切り返しの多い場所、こういった場所ではどうですかね。はい、やはり車体の挙動はここへ到着する道すがらでコメントした通りですね、それほどシャープにペタペタという感じではないんですけれども、重く感じるかというとそんなことはないですね。まあ、こういった場所を走り始めても車体の印象としては、ここまでコメントしてきた通り、もうちょっと大きな排気量の、しかも結構スポーティーなバイクに乗っているというような、そういった印象ですね。はい、低中速域のトルクが厚いのでコーナー脱出してからも結構速いんですよね。うん、車体はコーナーリング中ビシッと安定してますね。まあ、エンジンのね最も元気のいいピーク域を使える状況であればいいんですけれども、なかなかそうもいかないこういった峠道などの状況では、このエンジンというのはね本当にこれだけ他のライバル車種と比べて若干重たい車体ではありますけれども、それを瞬時に安定させるだけのトルク、トラクションが発生するということで、なかなかね扱いやすいですね。しかも想像していたよりもずっと速い。まあ、やはりですねこのモデル、先ほどから何度かコメントしている通り、このモデルをね実力を測る場合はスペックシートの数字に引きずられない方がいいですね。はい、峠道を登り切ったので U ターンしたいと思います。はい、U ターンもやりやすいですね。先ほどから何度も繰り返している通り、低中速域のトルクが厚いので車体がねすごく安定してるんですよね。ちょっとスロットルを開けるだけで車体がビシッと安定してくれるんで、ああいった U ターンみたいな状況も本当にやりやすいですね。
今そうですね、走行状況としてはですね、タコメーターの針はまあ5000回転から6000回転、7000回転、そのあたりを多用して走っているんですが、車体の安定性はね、本当に優れていますね。あとその低中速域のトルクが熱い熱いとは言っても、スロットルの開け始めは扱いやすいんですよね。まあ電子制御スロットルほどではないですけれども、トルクとパワーが優しく結構ふわっと立ち上がってくれて、まあそこからね、結構必要なだけのトルクがすぐに呼び出せるという感じなので、スロットル操作もあまり気を使わなくていいような感じですね。下りのねフィーリングもいいですね。エンジンブレーキのバックトルクがかかった時も非常にエンジンは滑らかに回っているという感じで、まあ、この辺りはねちょっとツインっぽくはないんですけれども、なかなかエンジンのフィーリング、エンジンブレーキのバックトルクがかかった時の感触もいいですね。今下りなんでね、結構エンジンブレーキのバックトルクを利用して走ってるんですけれども、とても走りやすいですね。はい、今久しぶりにセカンドにシフトダウンしましたけれども、この道ね、特にこのコーナーは曲がってからが結構道がバンピーなんですけれども、ああいった場所でも本当に車体はビシッと安定してますね。こういったタイトなワインディングだともう3速固定で、まあ、流しながら走るというのが気持ちいいかもしれないですね。やはり車体の挙動に関してはちょっと 250cc に乗ってるとは思えないような落ち着きと安定感ですね。はい、あと前後ブレーキに関してですが、まずフロントブレーキに関してはそうですね、これはおそらくライバル車種よりも若干ですけれども重たい車体ということでこういうチューニングになっているのかなと思うんですが、制動力の立ち上がりは結構早いんですよね。ブレーキを握るとすぐにフロントフォークがスッと入って、そして車体が安定するという感じで、まあ、制動力自体は穏やかなんですが、その立ち上がりが結構早いので、この辺りはねなんとなく普通のロードスポーツというよりはちょっとスーパースポーツ的な味付けになっているのかなという感じですね。でそこから握り込んでいく段階では制動力は結構穏やかでコントローラブルという感じですね。まあ、もちろんね強くレバーを握ればかなり豪快なブレーキングも楽しめますが、そうですね、この辺りはねちょっと私の予想とは違いましたね。もう少し制動力の立ち上がり穏やかにチューニングされているのかと思いきや、意外とスポーティーな味付けになってますね。リアブレーキはどうかな。まあこれもそのフロントブレーキと味付けを合わせてあるという感じなのかな。リアブレーキは結構その制動力としては本当に穏やかに立ち上がるという感じで、そうですね、よくスーパースポーツに試乗してコメントしていますが、どちらかというと制動力というよりはリアホイールを止めたり車体の安定性を稼いだりエンジンの駆動力を調整したり、そういったことに向いているリアブレーキという感じですね。はい、で先ほどちょっとコメントしましたが、このエンジンは他のライバル車種と比べて、まあ、こういった、ね、カテゴリーのバイクでは、まあ、日本国内メーカーの4社の製品の中では唯一だと思いますが、次いで4ストロークの SOHC の2バルブエンジン、しかもロングストロークエンジンなんですね。まあ、このスペックというかね、エンジンの設計を見てそのエンジンの吹き上がりが悪いんじゃないかと感じる方も多いかもしれませんが、こうして乗っているとそういう面は全く感じられないですね。まあ、低中速域重視のエンジンなのでそんなに高回転域伸びないんですけれども、まあ、これでライバル車種に比べてビハインドになっているかというと全くそういうことは感じられないですね。はい、峠道もう1往復してしまったので、今度は通常通り少しペースを上げて走ってみましょうかね。
先ほどはいろいろとエンジンの特性を確認するためにシフトダウンしないとかいろいろやったんですけれども、今度は普段通り走ってみたいと思います。はい、やはりこの車体のいいところはコーナリング中にとても安定しているというところですね。やはりね、この辺りも結構エンジンの特性が効いていて、例えば低中速域のトルクがあまり熱くない場合というのは結構意図的にスロットルを開けていかないと車体がなかなか安定してくれないというところもあるんですが、このモデルに関してはね、本当に意識せずとも車体がビシッと安定している。でしかもその場合のスロットル回路もあまり大きくはないということで、まあこういった点でね、こういったタイトなワインディング、峠道の走りやすさにつながっているんだと思います。はい、でこういったね、本当にまあつづら折れというかブラインドコーナーが続く場所なんですけれども、こういった時でもやはりそのエンジンの低中速域のトルクが優れているので、コーナーの出口は本当に速いんですよね。結構はい、あとこういったブラインドコーナーが続く場所では、まあ、例えばね、先を読むと何速までシフトダウンしていいのかとか、そういったシフトチェンジに迷う場合もあると思いますが、このエンジンに関してはね、もう本当に先ほどから繰り返している通り、エンジン特性がエンジン特性なので、多少シフトをミスって、まあ、1段高かったかなという場合でもそのままいけちゃうんですよね。この辺りはね、本当に運転しやすい。なかなかね、こういった 250cc のロードスポーツでそのコーナー出口の失速をあまり意識せずに走れるってことはあまりないんですが、このモデルはそれができますね。こういった切り返しの場所ではね、やっぱりこうゴロンゴロンという車体の挙動なんですけれども、まあ、それで曲がらないかといえば結構よく曲がってくれるんで、やはりね、先ほどもコメントした通り、この車体のフィーリングっていうのはそんなにシャープな印象はないかもしれないけれども、意外にもスポーティーという感じですね。うん、よく曲がってくれますね。はい、あと試乗レビューの本編ではそんなに尺がないのでそこまでコメントできるかどうか分かりませんが、ライディングポジションもね、結構大柄というか、身長179センチの私が乗っていても窮屈感は全くないですね。冒頭にコメントした通り、まあ、うちの嫁がね、旗から見ていても身長179センチの私の体とバランスが取れているというぐらいですから、ライディングポジション自体もね、結構大柄なんだと思うんですよね。なので背の高いライダー、体格のいいライダーにもこの GSX250R はおすすめですね。あと足つき性に関しては結構シートが絞られていて、そして車体自体もスリム、そしてですね、足を伸ばした位置にステップがないので、この点でもね、足つき性は結構有利なんだと思いますが、べったりと足が地面についた状態で私だと膝に結構余裕があるという感じ。まあ、こればかりはね、体重とかね、足の長さとかライダーの体格によって大きく開きが出る部分なので一概には言えませんが、足つきに関しても不安は少ない車体だと思います。あとライディングポジションに関して言うと、このタンク周りちょうど2グリップするあたりのフィーリングがとてもいいですね。滑らかに仕上げられていて、2グリップした時のフィーリング、収まりもいいという感じですね。あとかかと周辺もそうですけれども、こういったライディングポジションの収まりの良さ、フィット感の良さというのも、このライバル車種よりもね、ごくわずかですけれども、ちょっとだけ重ための車体をコントロールしやすくするために一役買っているかもしれないですね。まあ、特にね、前後ともにその調整機構がついたりとか、まあ、リアのプリロードは別として、そういったね、豪華な調整機構がついたりとか、そういうサスペンションではないんですけれども、ロードホールディングも特に不満はないですね。ここは結構バンピーなワインディングで、乗り心地の悪い車両だとすぐに分かるんですが、乗り心地もね、悪くないですね。悪くないというか結構いい方だと思います。実はこのシートに関しては私はちょっと乗り心地の点で懸念していたんですけれども、
もうこのバイク走り始めて結構な時間が経過しましたが、お尻が痛くなるようなこともないですし、ロングツーリング向きのシートというかね、そういった長旅にも十分適合するシートの形状厚みになっていると思います。あとわずかに前下がりにはなっているんですが、お尻が疲れてきたなという場合は少し腰をずらして後ろの方に着座することもできるようになっているので、まあこういった点ではね、ライダーの疲労軽減にも大きく貢献するシートだと思います。最初はね、このシート若干固めに感じられて、しかも形状が形状なので私はロングツーリング向きではないのかなというふうに予想していたんですが、この点はね、大きな誤算というか嬉しい誤算でしたね。あとこれに関してはね、試乗レビュー本編ではコメントできないと思いますが、今日私は撮影機材の関係でいつも愛用しているタナックスのシートバッグを装着しているんですが、実はこのタンデムシートもクッションの厚みが結構厚く取られていて、そして形状が少しかまぼこ状になっているので、シートバッグは今一つ安定しないのかなと思ってたんですが、実はね、シートバッグ結構安定するんですよね。まあこのあたりもね、ツーリングの場合は結構使い勝手に優れていると思います。あとツーリングという点ではね、タンデムシートを取り外して裏側を見ると、スズキでは最近採用例が増えてきていますが、ちゃんと二掛けフック代わりのループ状のベルト、そしてタンデムステップのホルダー周りに二掛けフックが設けられているので、荷物の積載もそこそこというかね、まずまずできるのではないかと思います。こういったね、峠道というかタイトなワインディングを走った印象もとても良かったですね。で、今日はね、予定していなかったんですけれども、このモデルのキャラクターに気を良くして高速道路を使ってね、ちょっとその模様も撮影しようかなと思います。それでは一旦失礼します。